トロンハイムは、ノルウェー中部に位置する、ノルウェー第三の都市、ソウルトロンデラーグ県に属する。人口は165,191人、面積342平方キロ。オーラブ王が船出をしたと伝承される地で、ノルウェー王国最初の首都、トロンヘイムとも表記される。市内には、歴史的遺産が残されており、 中でもオーラブ2世が、ニードガーの川口地帯に遠気づくことを決め、ニーダロスが、ノルウェーの首都となった。1030年、ノルウェーのキリスト教家に勤めた、オーラブ2世が、近郊のスティクレスターで殉教。葬られた後1年経って墓を開けてみたところ、死体が不乱しておらず、髪と爪が伸びていたと言われる。このような伝説ゆえに彼は聖人に留守せられ、 その亡骸が移された西洋ラブ教会の跡地にやがて、ニーダロス大聖堂が建立された。ニーダロスは政治の中心地としての首都の座を1217年に失ったものの、ニーダロス大聖堂はノルウェー大主教座の所在地であり、11世紀から宗教改革までの時期を通じて、北ヨーロッパ最大の巡礼地であった。ノルウェー国王だけでなく、 後のデンマークスウェーデン支配時代にも、しばしばここで王の戴冠式が行われた。ノルウェーの中部に位置する港町であるため、通称、交易も発達していた。数々の大化を経て、炎症を防ぐ目的で、現在の道幅の広い五番の名城の街並みが作られた。トロンハイムは、学術の中心地としても栄え、1760年に創設されたトロンハイム学会は、 現在のノルウェー学術協会の母体ともなっている。トロンハイムという名称は、デンマークスウェーデン支配時代のもので、1905年の独立後一端は、旧称、ニーダロスに戻そうという動きもあったが、近隣地域の住民の間で、トロンハイムの人気が根強く、結局そのままになった。1940年から1945年まで、ドイツ国に占領され、 海軍第13潜水隊軍の拠点となった。そしてドイツ軍は人口30万人の新都市をトロンハイムの南東15キロの位置に建設しようとした。北、大西洋地域にドイツ海軍最大の基地を作ることを意図していた。現在、この壮大な建造計画の意向がわずかに残っている。ありがとうございます。